皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和馬と申します。本日はですね、アメリカではですね、今年かなりの大きなですね、賃金の値上げっていうのがですね、多くの労働者に起きてるんですけども、同時にですね、インフレが進んでおりまして、結局はですね、給料が上がっても、物の価格も上がって、結局余分なお金が残っていないという状況になってきておりますので、本日はですね、これがどういったことなのか、これについてですね、お話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味の方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね。早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。American just got their biggest raise in 17 years. Too bad inflation canceled the whole thing out.アメリカ国民はですね、17年ぶりにですね、大きなですね、給料アップというのはですね、平均的に起きております。そんな喜ばしいことがあるんですが、インフレーションがね、それ以上に高くなってしまって、せっかく給料が上がったのに、それが全部無駄になってしまっているという状況だということをね、一緒にね、見ていきたいと思います。Workers' compensation skyrocketed in the third quarter with year-over-year growth unseen since 2004, but the price inflation is running even harder and it's eating into to these bigger paychecks. Labor shortage and supply chain snaffers are colliding, and it could leave workers behind.これどういうことかと言いますと、2004年以降のですね、賃金の値上げっていうのが今ね、業界で起きてます。なぜかというとですね、コロナが終わって、一旦需要が落ちたのでね、いろんな従業員っていうのはね、解雇がされたんですけども、それがね、今年になってコロナが落ち着いてきて、市場が元に戻ってきているわけですので、そういうレストランとか小売店も、従業員が必要だということで雇ってるんですけども、給付金とかの関係でね、なかなか人が戻ってこないということから、雇い主側もですね、より多くのお金を出してね、ぜひうちで働いてくださいみたいな感じでですね、やっているため、今年はね、賃金がぐっと上がっていってるんですね。なんですけども、逆にですね、サプライチェーン、今度はね、物のね、材料とかのサプライが不足しておりまして、なぜなら今までパンデミックでね、物の購入っていうのがぐっと落ちてたところに、今度はそれが一気にバーって経済が活性化に戻って、一気にね、メーカーとかも注文した結果ですね、材料の高騰費が上がっていくわけですよ。そうすると、仕入れ価格も上がって、それが売価 MSRP にも転嫁されて、物の値段が上がっていってるんです。なので、給料も高くなったけど、それ以上に物価が高くなっていっているので、結局意味がないことになっているというのがね、この記事の指針になりますと。はいですね。If you get the raise recently, look again. Price has been raising so much that you might not actually have the extra cash these days. ですね。給料はね、上がったと思うんですけど、それ以上に物の価格が上がってるんですね。実際には手元に残っているお金っていうのはね、あんまないんじゃないのかなというところを言われておりますと。そうですね。The Bureau of the Labor Statistics Quarterly Employment and Compensation Index report, which provides one of the most comprehensive measures of how the salary, wage, and benefits are changing over time, showing a whopping 1.3% increase in total compensation in the third quarter.On year-over-year basis, compensation was up 3.7% over the third quarter 2020, the fastest annual growth since 2004.そうですね、このようにですね、見ていると、賃金の値上げっていうのがですね、この第3四半期においてはですね、昨年と比較して 1.3% 上がっていると。前年比でいくとです、3.7%、2020年の第3四半期と比べて上がっている。つまりね、価格が上がっているんですね。賃金が上がっている。2004年以降のですね、大きな賃金の成長率というふうになっているんですけども、一方でですね、こちらですね、こっちも上がっています。While the wage increase have been impressive, rising the price have chipped away at the Americans' income. Inflation has been running even harder than the wage growth over the last 6 months.過去6ヶ月間でですね、賃金の値上げよりもさらにですね、このプライスインデックス、価格がね、どんどん上がっていく方が多くなっている。結局、賃金よりも価格の方がもっと上がっちゃってるので、結局はお金が手元に残ってない状況が今続いているということになっております。はい。こういうところがね、今後日本でもね、起きるかもしれません。今実際にですね、原油とかの価格っていうのもね、非常に今上がってきてます。なので、本当にコロナが終わってですね、仕事はまた増えるかもしれないけれども、価格も増えていって、それがですね、より一般市民をですね、貧困に導いていくような形になってしまう可能性もありますので、今ね、非常にアメリカもこのインフレーションというのが今、厳しい状況になってきているというところですね、一つ、覚えておきましょう。はい、本日の、コンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思った方はぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。または Twitter の方ですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.